आज हामी पढ्दै छौं जापानी भाषामा नेपाली कथा आकुमानो ओयोमेसान दैत्यको श्रीमती। आकुमानो योमेसान नेपालको मिउवा इनामुरा तेचुया युकी फुमिताका साइवा ईश्वर कर्माचार्य गाकु। मुकाशी मुकाशी नेपाल तोयु कुनिनो अरुमुरानी राजन तोयु ओतोकोनोको गा सुन्देइमास्ता। राजन नो इक्का वा चीसाना हताके ओ तगायास्ते कुरास्तेइमास्ता गा अरु तोशी नो कोतो हिदेरी सुजुकी दे कोमे या यासाई नो देकी गा वारुकु तबेमोनो मो नाकुनात्ते शिमाइमास्ता। अरु ही राजन गा मिचो अरुइते इरुतो इचिमाई नो गिंका गा ओचितेइमास्ता। राजन वा ओदोरोइते その銀貨を家に持って帰りました。お父さんはその銀貨を見ると、きっと神様が助けてくれたに違いない。そのお金で羊を飼いなさい、とラージャンに言いました。羊からは毛が取れて、その毛を売れば、もっとたくさんのお金が手に入るからです。お母さんは豆を買うように言いました。もう何日もお腹を空かしているのですから。でもラージャンは二人の言うことを聞きませんでした。せっかく自分が拾った大切な銀貨ですから、国中にたった一つしかないものを買おうと心に決めていたのです。ラージャンは国中にたった一つしかないものを探しに出かけました。ところが誰に聞いても、そんなものは売ってないよと言われるのでした。ラージャンはがっかりして家に帰ることにしました。ところが途中で一軒の店の前に小さな猿がつながれているのを見つけました。ラージャンは持っていた銀貨でその猿を買いました。猿を見たのは初めてだったので国中にたった一つしかないものだと思ったのです。ラージャンは急いで家に帰るとその小さな猿をお父さんとお母さんに見せました。ところがお父さんとお母さんは猿なんか何の役にも立ちやしない。せっかくの銀貨を無駄遣いしてとラージャンを叱りました。それでもラージャンはその小さな猿をとても可愛がり大切に育てました。やがて猿は大きくなり屋根の上を飛び回るようになりました。ところで、ラージャンの村には、昔から悪い悪魔が住んでいて、村人たちに恐れられていました。悪魔は宝物を手に入れるためには、人殺しでも平気でするのです。ある日のことです。ラージャンの猿が、いつものように、木々や家々の屋根の上を飛び回っていると、大きな家のところにやってきました。なんと、その家の屋上には悪魔がいて、村人から取り上げた宝物を広げているのではありませんか。悪魔は金貨や宝石が光に当たって輝くのをうっとりと眺めていました。猿が物陰に隠れて見ていると、そのうち悪魔はうとうとと居眠りを始めました。そこで猿は悪魔に気づかれないようにそーっと近づき宝物を少しずつ取っては隠してしまいました。しばらくして目を覚ました悪魔は宝物の数が減っていることに気がつきました。宝物を取ったのは誰だと言って悪魔は当たりを探し回りました。猿は木の後ろに隠れていたのですがついに見つかってしまいました。怒り狂った悪魔は猿を地面に押さえつけました。ところが賢い猿は慌てません。悪魔に優しい声で、ねえおじさんと呼びかけました。おじさんは宝物をたくさん持っているけれど、死んだ後お祈りをしてくれる人が誰もいないじゃありませんか。僕は本当はおじさんにお嫁さんを見つけてやろうと思ってやってきたんですよ。すると悪魔は喜んで、もう宝物のことなどどうでもよくなって、
猿を許してしまいました。猿は家に帰ると、ラージャンたちに悪魔に約束したお嫁さんの話をしました。そして宝物を渡すと、木を掘って大きな人形を作るように頼みました。ラージャンたちは早速言われた通りに人形を作ってきれいに色を塗りました。こうして悪魔のお嫁さんができたのです。それから猿は悪魔のところに行って言いました。おめでとう、お嫁さんが見つかりました。でもお嫁さんは身につける金や銀や宝石の飾りがないとお嫁に来れないと言っていますよ。悪魔は喜んで猿にたくさんの宝物をあげました。猿は家に帰ると宝物をみんなラージャンに渡しました。ラージャンはすっかり金持ちになりました。次の日、猿とラージャンは付き添いの人たちと一緒に木で作ったお嫁さんを悪魔の家に連れて行きました。猿は一足先に悪魔のところに行って言いました。おじさん、お嫁さんを連れてきましたよ。でもお嫁さんも付き添いの者たちも人間ですから、おじさんを見ると怖くなって逃げてしまうかもしれません。ですから誰にも見られないように隠れていてください。悪魔はお嫁さんのそばに行きたくてうずうずしていましたが、猿に言われた通りドアの陰に隠れてそっと覗いていました。ところが猿はお嫁さんをベッドの上に立たせると部屋のドアを閉めてしまいました。そして悪魔に言いました。おじさん、僕がいいって言うまで決してこの部屋に入ってはいけませんよ。そうしないとお嫁さんは怖くて逃げてしまうかもしれませんからね。それでも悪魔はきれいなお嫁さんが来てくれたと大喜びです。猿は悪魔が喜んでいるのを見てまた宝物をねだりました。悪魔はまた猿にたくさんの宝物を渡しました。猿たちが帰った後、悪魔は隣の部屋の鍵穴から何度も美しいお嫁さんの姿を見ては喜んでいました。部屋の中に入りたくて仕方がないのですが、猿の言ったことを思い出して我慢をしていました。こうして何度も鍵穴から覗いているうちに、悪魔はどうしてももっと近くでお嫁さんを見たくてたまらなくなりました。そこでついに猿の言いつけを破って、お嫁さんの部屋に入ってしまいました。さあ、ところが悪魔がお嫁さんに触れると、立っていたお嫁さんはベッドから転げ落ち、動かなくなってしまったのです。悪魔がいくら呼んでも答えません。何も知らない悪魔はてっきりお嫁さんが死んでしまったと思いました。猿が悪魔の家に様子を見に行くと、悪魔は目から涙を流しながら、ああ、僕のお嫁さんが、僕のお嫁さんが、と叫んでいました。賢い猿には初めからこうなることが分かっていました。でも、何食わぬ顔で言いました。おじさんは僕の言ったことを守らなかったでしょう。だからお嫁さんは驚いて転げ落ちて死んでしまったのです。猿は悪魔と一緒に泣くふりをしました。死んだお嫁さんは白い布に包まれて火葬場に運ばれていきました。その間も悪魔は僕のお嫁さん、僕のお嫁さんと呼びながら泣いていました。猿も僕のおばあさん、僕のおばあさんと言って泣くふりをしながらついていきました。悪魔は大事なお嫁さんを亡くして生まれて初めて悲しい思いをしたのでした。そして今まで自分が悪いことばかりしてどんなに村人たちを悲しませていたかということに気がつきました。それからというもの、悪魔は峠の向こうへ行ったきり、二度と村へ帰ってきませんでした。こうして猿のおかげで村から悪魔がいなくなって、村人たちは大喜びです。貧しかったラージャンの家も大金持ちになりました。これもみんなラージャンが
小さな猿を大切に育てたからですね。ジャパニバサマバルカタシンカラアザライエッティナイバイバイ。